どうも、タカです。バカの財布、紐が大きく緩む最大の瞬間。今回雑談会とさせていただきたいんですけど、こちらの脳みそのバイアスに関する本について、ね、読んだ時に思ったんですよね。中にこんな事例があって、価格の高い家電製品と価格の低い家電製品があって、高い家電製品を選んだ時の方が月々の電気代のランニングコストを考えると、5年後10年後って運用していくと高い商品を買った方がお得ですよ。でもほとんどの人は安いのを選んでしまう。いくら月々の電気料金が安かろうが、目の前の金額で決めてしまうわけですね。コスパコスパコスパですよ。そしたら、じゃあなんでみんな本買わねえのって言ったら、決まってるじゃん。そんなの本を読んだところで将来の給料上がるなんて保証どこにもないからですよ。家電製品ですら将来的にこのくらいの電気料金で済みますよってもの見せられても安いの選んじゃうんですよ。じゃあ本買わねえよなって思って、本なんて趣味で読む人くらいしかほぼ買わないんだろうなって感じです。ところが世の中には家を35年ローンを組んで買っちゃう人いるわけですよね。あれなんでなのかなって考えたんですよね。そしたら思うところがあって、会社でそろそろ家買わなきゃねとか、そろそろお嫁さんもらって結婚しなきゃねとか言われるわけでしょ。プレッシャーかけられまくる、そういう会社ばかりじゃないっていうことは祈りたいですけど。で、結婚したらほぼアウトじゃない。その時に家持ってなかったとしたら、お嫁さんからもそろそろ家買わなきゃね、私家欲しいわって言われたり、そろそろ車買わなきゃね、車欲しいわって言われて買わざるを得ない状況に精神状態追い込まれていく。こんなの詐欺師に追い込まれて買わなきゃいけない、買わされるっていう状況に追い込まれると同じじゃない。もう一つ将来的にでかい出費をする機会があって、それは病院の治療費だよね。緊急搬送されたとして、あなたはあと1週間の寿命ですとか、あなたはあと1ヶ月の命ですみたいな言われたら、もう考えてる場合じゃない、先生手術お願いしますって頼んじゃうよね。詐欺的な感覚に追い込まれなければ、おそらくその異常な精神状態に追い込まれなければ人って金払わないですよ。そしたら本なんて読むよりかは、おそらくなんでこんな詐欺みたいなのが流行りやすいかといったら、この本さえ読めば1億円稼げますよっていう内容の本があったら飛びつくわけじゃん。いや、そんなありえねえよと思いつつも、もう選んでる場合じゃない、考えてる場合じゃない、選んで今すぐ豊かになろうと思うわけじゃん。そうならざるを得ないよ。でもね、現実コツ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 やった方が稼げますよってこの本にも載ってるわけで、一気にその一つで稼げるようになるわけじゃないですよ。毎日の積み重ねがあってこそ稼げる。でも本当にそうは思ってるんだけど、人って弱い生き物だから、ついつい詐欺にかかっちゃう。そのことを知る上でも、こういう本とこういう本でね、私は読んだ方がいいと思うので、読んでください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。